ヒロギンでの休みについて説明します。月に最大9日間休みが取れます。週休2日なのはヒロギンでだけ。月に3日間まで希望給が取れます。土日も休みを取れるので他業種の友達とも休みを合わせられます。シフト制なので好きな時に休みが取れます。定休日制なので休みの自由度が高いです。年中いつでも休みの希望が取れますよ。